あちこちに穴があるな。正面の城門こそ厚く高いですが、他は国を囲む山に頼った防備になっているのです。故に未整備でその穴も多いか。ですけど、防壁の整備には人手も物資も足りないのです。どこかに援助を求めることを提案するのです。いけません、まだお休みになられていないとは。もう大事ないのじゃ。いつまでも病人扱いするではない。ですが。この声は、あの方なのです。ハク、ハクはどこじゃ。あの者、結局世の見舞いに現れなんだ。今すぐ呼び出すのじゃ。世が直々にお仕置きしてやるのじゃ。姫殿下。いるならいると早く言うのじゃ。申し上げる前に部屋に入られましたゆえ。元気になられたのは喜ばしいことでございますが、姫殿下は未だ病み上がりのお体、どうかご自愛ください。しかし正直ちょっと治るのが早すぎるというか、前にも増して元気すぎるというか、今となっては贅沢な悩みか。そんなことよりハクじゃ。ハクはどうした。どこかへ出かけておるのか。ふーむ、さては世の会期祝いの菓子の支度をしておるのじゃな。なるほど、そういうことであれば許してやらぬでもない。あやつの作る菓子は大したものじゃからな。うむ。どうした、はよう白を呼べ。どうした、聞こえぬのか。世は白の菓子を所望しておるのじゃぞ。レレティアも手伝ったのであろう。世はちゃーんと分かっておる。自分の口から直接伝えなきゃならない。でなけりゃ王女さんだけ時間が止まったままだ。姫殿下、お伝えしなければならぬことがございます。ん、なんじゃ、ようやく白を呼ぶ気になったか。白は帝都脱出の際、ブライ将軍と対峙し奮戦、撃退した者の命を落としました。姫殿下。白が。嘘じゃ。あの者は貧弱でお調子者じゃが、想像しぬようなものではないぞ。どんなことも笑って済ませる男ではないか。ほれ、そこに白にいつもひっついておる双子もあるのに。ここにいるのは遺言。オシトル様を新しい主様と仰ぎ、姫殿下をお助けせよというのが主様の最後のお言葉です。申し訳ありませぬ。それわしがあのような状況に陥っていなければ。なぜ世に言わなかったのじゃ。それではまるで世が忠義を尽くしてくれたものを痛まぬ愚か者のようではないか。姫殿下は心身を損なわれ、予断を許さない病状にありました。お優しい姫殿下のことです。白が亡くなったと聞けば
それを嘆き、お体に触りましょう。ジャガー、悪はそれがしを守って死んだも同然。その責めはすべてそれがしが負いましょう。しかし姫殿下の笑顔を取り戻すことこそは悪の心からの望み。姫殿下の元気なお姿を見れば、きっと喜びましょう。お嘆きになるのではなく、どうか笑顔をお手向けください。どうか悪のために。そうだな、おしたれ。悪のために。おじゃ、そうじゃな。世も悪に救われた。悪がいなければここにおらなかったのじゃ。悲嘆に暮れてはあやつも助けた甲斐がなかったと思うじゃろうな。悪に救われた命、今は喜ばねば。その通りにございます。みんなも心配をかけたな。世はもう大丈夫じゃ。さて、そうとなればすぐにでも布告せねばならぬ。布告とは？決まっておろう。世が帝の真の後継者がここにおるという布告じゃ。それは。どうした、何の問題があるのじゃ。以前キュールが申した通り、すでに姫殿下の偽物が帝として名乗りを上げております。それにより都の秩序が保たれているのも事実。兵力の差も鑑みれば、今名乗りを上げても一生に付されましょう。世が笑い者になるというのか。この一件の黒幕は姫殿下の偽物まで仕立てるようなもの。黒を白だと言って押し切るだけの力があります。それが死を討ち取り、偽の姫殿下を擁立した逆賊を喧伝することなど造作もないことでしょう。力がなければ真実といえど押しつぶされてしまうのです。ではどうするのじゃ。世にずっとここにおれとでも言うのか。それもまた一つの道かと。オシタル、名乗りを上げずこのまま姿をくらませれば、この広い大和で人一人見つけ出すのは容易ではございませぬ。姫殿下はこれまで重篤な容体でもありましたから、亡くなったように見せかければ一層御身は安全になります。無論それがしは姫殿下を一人放り出すような不忠はいたしませぬ。身分を捨て姿を隠す道を選んだとしても使え続けましょう。しかしあくまで真の姫殿下として名乗りを上げるというなれば、それは血にまみれた道となります。帝位三奪の暴挙を行う輩が姫殿下の言で道を譲ることはございません。故にその者たちを切り捨てる血塗られた道を歩むことになりましょう。しかもその中には幾人かの発注将がおり、その兵力は圧倒的。こちらにはこの絵集の生き残りと初陣をも経験したことがない脆弱な強者のみ。まともに戦おうとすれば、いえ、まともな戦いになるかどうか。加えて偽の姫殿下を抱いたとしても、世が平穏なれば民草も進んで戦を望みはしないでしょう。最悪彼らまでが姫殿下の前に立ちふさがるやもしれません。多くの民の血が流れる。それは血で血を洗う戦となるでしょう。己の言葉で多くの命が失われてゆく。その覚悟は終わりか。だけがお父上の残してくれたものなのじゃ。
それすら奪われるというのか。嫌じゃ。それだけは嫌じゃ。これは、わがままなのか。お父上の残してくれたものを取り戻したい。これはわがままなのか。ならば、ご命令を。それがしは姫殿下のご決断に従うまで、姫殿下のためになら喜んで血にまみれましょうぞ。そしたら我が忠義アンジュ様に捧げましょう。どこまでもアンジュ様と共に。そなたたち、いいのか、本当に良いのか。まずはお顔をお拭きください。どうぞ。アンジュ様。うむ、分かっておる。要は余こそが帝が一子、そして後継者たる天使アンジュである。そう世の隅々にまで喧伝せよ。これは勅命じゃ。正常の御心のままに大和を取り戻すその日までどこまでもお供しましょうぞ。そう、その日まで。それがしは。やはり立つか。そのままひっそりと暮らしていれば穏やかに余生を送れたものを。だが礼を言うぞ。これでいよいよ始まる。オシトル、あの死に損ないが。姫殿下、よくぞご無事で。ですが、これでヤマトは戦乱の世を迎えることになります。なぜ出てきたのですか。帝でしたら、たとえ全てをお捨てになってもあなた様が安らかに生きていくことをお望みになったでしょう。姫殿下は、しかし姫殿下は、これは一体どういうことだ。やれやれ、少しばかり厄介なことになったみたいだね。ルルティエ、旗をあげたか。オシトル、共に誓った帝の命を果たしたか。ならば俺もあの誓いを果たさねばなるまい。だが考えようによってはこれは好奇にゃ。世が乱れれば英雄が求められる。新しい時代が来る。見極めねばならぬ。二人の姫殿下、いや、オシトル殿か雷光殿か、お前どちらも本物であることを主張している以上、もはやこのヤマトが割れることは避けられません。今が傍観に決めている者もいずれどちらかにつくことになる。その時この山で。聞きましたかな、あの布告を。耳を塞いでも聞こえてきますぞ。姫殿下が円仲無為に逃れられ、御自ら帝を継ぐ者だと宣言されたとか。ではこの宮におられる姫殿下は誰だというのか。バカバカしい、滅多なことを言うものではない。しかし今行方不明のブライ様が姫殿下を軟禁していたという話もある。それこそ根も葉もない噂ではなかったのか。そもそもオシトル様がついておられるのだぞ。あの方に限って
姫殿下のお姿を間近で見ている重鎮の中には、今の姫殿下を疑わしく思っている者もいる。ブライ様が戦王を極めた末、オシュトル様を追って出陣し、未だ帰還せずという未曾有の事態。釈明すべき者自身が行方不明なんだ。皆の者、静まるのじゃ。疑わしい要素はまだある。目の前の姫殿下はあまりにも威厳がありすぎる。帝を継ぐ者としてはふさわしい。正常の逝去が姫殿下を強くしたと考える者もいる。だとしても姫殿下は利発だが、もう少し子供っぽいはず。どうやら都のそこかしこが騒がしいようじゃの。どこぞの田舎娘が、己こそが本物の安女じゃと語っておるそうじゃな。どうじゃ、貴様もそう思うか。あちらが本物の安女じゃと。ならば世は真っ赤な偽物。私はそのようなことは。確かにお父上がお隠れになられ、この国のタガが緩んでおるのは事実じゃ。だというのに不甲斐なきかな。今の世にそれを律する力がない。なれば、そこの者、腰に下げている者を渡すがよ。はっ。世を偽物というのであれば、それで世を討つがよい。世を偽物と言いたいのであろう。ならば暗示を語る逆賊を討ち、大和の神として本懐を遂げよ。姫殿下。どうした、やらぬのか。世は逃げも隠れもせぬ。世が偽物かどうか、そなたらがそれを証明してみせよ。さあやれ。姫殿下が偽物であろうはずがありませぬ。一度改めて姫殿下に忠誠を尽くす所存。ご礼つかまつりました。何卒ご了承を。許す。世はすべて許そう。はあ。世は安寿。帝が後継。天使安寿である。トマ、なかなか派手な立ち振る舞いをしたようですね。なんじゃ、それは。正常、皆の前です。お気を静めてください。しかしじゃな。それにしても、そのアンジュ様って、ああ、もう一人の姫様っけ。やれやれ、うちの姫様より威厳に満ち溢れてるじゃない。効果的なのです。ためらえば範囲ありとみなされるですし、そう言われて動ける者はいないですよ。正常におかれましては、くれぐれもそのような挑発に乗られぬよう。分かっておる。でも世が天使安寿なのじゃ、そのような挑発には。ですが、そのように発したにもかかわらず動きがないような。不気味ですか。はい。当然だ。義は我らにあるのだからな。いくら口で虚勢を張ったところで、所詮は偽物。すぐにボロが出るというものだ。案外そうなのやもしれぬ。つまりこちらの出方を待っていると。何かせずとも、向こうの有利は動かない。下手に動いて馬脚を笑わすのを避けているのか、またはあえて動かず、帝として威風堂々とした姿を見せつけているのか、またはどちらにもつかず様子見を決め込む諸侯への牽制か。
私の予想は当たっていたか。さすがは私だ。それでどうする、オシトルの旦那。一泡吹かせてみるのかい。吹かせるのか。いや、まだ打って出る時ではない。今は力を蓄える時。奴らが動かぬ今のうちに少しでも体勢を整えさせてもらう。というよりまだ動けぬと言った方がいいか。蔵はスカスカ、兵の連動はまだまだだ。以前に比べ多少はマシになってきたが、それでも打って出るには足りていない。故にさらなる勢力の拡大を図るため、未だ沈黙の立場を取っている国や豪族たちを味方につける必要がある。ネコネ。はいです。中でも一大勢力であるルルティエ様やアトゥイさんの祖国であるクジューリとシャッホロなのですが、まずシャッホロは早々に中立を宣言したのです。クジューリは立場を明言していないとはいえ、幸いなことに偽王女に忠誠を誓う動きはないようなのです。こちら側についてくれる可能性は十分に高いはずなのですよ。よかった。さすがトト様や。それと遠いため連携は取れないですが、ナ国はエンナカムイ支持を掲げているみたいなのです。気になるのはイズルハだが、ここはノスリの故郷であったな。気になるとはどういうことだ。イズルハの士族長である八中将時房様が帝に歯向かうことはできないと声明を出したです。ですがどちらにつくかは明言していないのです。なんだと、どういうつもりだ。事実上の中立宣言ですね。それぞれの出方を伺っているということですか。だが偽王女に疑いを持つ者、どちらにつくか思案している者が少なからずいるということでもある。ご安心召されよ。我らがついておりますゆえ、正常が対岸、必ずや成就させてご覧に入れましょう。そうです。私では頼りないかもしれませんが、兄上や皆さんがついております。そんなことないぞキュール。キュールと一緒にいると安心できるからな。もっと自信持って。え、うん、ありがとうシノノンちゃん。どういたしましてだ。笑わないでくださいよ。うん、そうであったな。何を勘違いしてある。世は何も心配しておらぬぞ。ちょっと、そう、おやつが何か気になっただけなのじゃ。アンジュ様、それでは少し早いですけど、おやつの時間にしますね。すぐに用意いたしますので、少しだけお待ちください。待つのじゃルルティエ、余も手伝うぞ。はい、それではお願いします。今日のおやつなんかな。久々にルル食べたいけど材料がないって言ってたし。そうや、エノスリハン、今度一緒に樹液取りに行こう。あのクニュクニュか。うむ、構わないぞ。ついでに狩りをするのもいいかもしれんな。プレプレプレ。もちろんクラリンも一緒やい。プレプレプレリ。王女さんの存在を知らしめたのは早計だったか。いや、こちらの立場を知らしめていなければ、そう遠くないうちに様子見していた勢力も向こうに吸収されていたはずだ。それが遅ければ遅いほど取り返しがつかなくなる。猶予などなかったな。兄様、心配いらぬよ。これも想定していたことだ。あ、そう、想定していたことだ。そのための策もいくつか練ってある。煮詰める必要はあるだろうが、猫ね、力を貸してくれるか。はいです。どこまでも一緒なのですよ。